ブライアン・ウィルソン・オールディス、OBE は、イギリスの小説家、SF 作家、評論家。別名イコール CC ・シャックルトン。J.G. バラードと共に、イギリスニューウェーブ SF の中心人物の一人と、言われる。H.G. ウェルズ協会の副代表、及びハリー・ハリスンと共に、バーミンガム SF グループの共同の社長を務める。短編、スーパートイズは、 スピルバーグ監督の映画、AI の原案となった。SF 史研究所、10億年の NSF、その起源と発達では、SF の起源は、メアリー・シェリーの、フランケンシュタインであると主張。宇宙と人類の運命を股にかける、軽薄だが、アイディア満載で、壮大かつ華麗な SF を、ワイドスクリーンバロックと命名し、SF の中でも、 最も魅力的な分野であると書いた。イングランドノーフォークの商業都市、イースト・ディアラムに生まれる。祖父と父は、百貨店を経営していた。6歳の時に、レボンの寄宿舎学校ウェストバックランドスクールに入学。15歳以後は、アスタウンディング氏の熱心な読者となった。1943年に陸軍に王将され、 ロイヤル・シグナルズ連帯に所属して1946年まで、ビルマなど、東南アジアで過ごす。戦後に、アジア、ヨーロッパを旅行し、1948年に帰国、オックスフォードの書店に就職し、10年間勤める。書店の業界誌、ブックセラーに、架空の書店を舞台にしたユーモア小説を連載し、これは1955年に、 ブライトファウント日記として出版された。1954年に SF 専門誌、サイエンスファンタジー9号に最初の SF 小説、犯罪記録が掲載される。1955年にオブザーバー誌の未来小説コンテストに応募した時代ずれが第一席入選。この後短編小説を発表し続け、1957年に SF 短編集。 スペース、タイムナサニエルを出版し、作家専業となり、1958年に、最初の長編 SF、気候地のない船を出版。同年、ヒュー,ゴーショ賞新人作家賞を受賞。1960年には、英国 SF 作家協会の代表に就任。1962年にホットハウスシリーズで、ヒュー,ゴーショ賞を受賞。 その後も数々の賞を受賞し、イギリスを代表する SF 作家の一人となる。1969年に言語実験を用いた長編、裸足の塔を発表後2年間、SF から遠ざかり普通小説を執筆。自伝的作品である保冷書スタッブスシリーズの手で育てられた少年、兵士は盾りはその性描写で関心を集めて、ベストセラーとなった。 1960年代には、オックスフォードメール新聞の文学編集も務めた。1964年には、ハリー・ハリスンと共に、SF 評論誌、サイエンス・フィクション・ホライズンズを出版開始。第1号では、ジェームズ・ブリッシュとオールディスの対談のほか、C.S. ・ルイス、キングズリー・エイミスなどを取り上げ、2号では、W.S. バローズへのインタビューを掲載した。 マイクル・ムアコックはニュー・アールズ誌で提唱するニュー・ウェーブの先行作家としてバラードとオールディスを挙げ世界への報告書など多くの作品を掲載した作家活動の他にアンソロジー編集でも成功を収めた SF ニューモニオにテーマ別の作品を集めたイントロデューシング・ SF というアンソロジーのシリーズやベスト・ファンタジー・ストーリーズといったアンソロジーがある 1961年に、イギリスの出版社ペンギンブックスから出版した、ペンギンサイエンスフィクションというアンソロジーが大成功を収め、モアペンギンサイエンスフィクションと、イエットモアペンギンサイエンスフィクションも出版された。いずれも成功を収め、この3冊をまとめたザ、ザペンギンサイエンスフィクションオムニバスも何度も版を重ねることになった。1970年代には、 古典 SF のアンソロジーシリーズとして、スペースオペラ、スペースオディッシーズ、ギャラクティックエンパイアーズ、エビル・アース、パララス・プラネッツを出版し、これまた成功を収めた。同時期にパルプマガジンなどのイラストを集めた、サイエンスフィクション・アートという画集も編集している。1960年代から1970年代の宇宙探査機によって、金星が、 ジャングルの惑星などではなく、灼熱の惑星であることが判明すると、ハリー・ハリスンと共同で、フェアウェル・ファンタスティック・ビーナスというアンソロジーを編集している。ハリー・ハリスンとは他にザイアーズ、ベストサイエンス・フィクションを一時期毎年編集し、出版していた。1973年に SF 史10億年の NSF、その起源と発達を発表。 1976年、マラキア・タペストリーは完成された形式とスタイルで代表作の一つとされる。1982年に、スタンリー・キューブリックから、1969年発表の短編、スーパートイズの映画化を打診され、脚本作りに取りかかるが、難航したままキューブリックが1999年に死去。キューブリックから映画化権を引き継いでいた。 スティーブン・スピルバーグと続編の冬来たりなば季節巡り手を含めて映画化で合意し2001年に AI として公開された2005年にはブラザーズ・オブ・ザ・ヘッドが映画化された2000年にアメリカ SF ファンタジー作家協会からグランドマスター賞を贈られる2005年にこれまでの文学への貢献により大英帝国勲章第4位を受章 2008年には、リバプール大学から、名誉博士号を受けた。また同年、英国 SF 協会賞が存在しなかった時代である1958年の、長編部門賞が、気候地のない船に授与された。その他短編多数、ありがとうございます。